しエイムバースキーですかね。若いプレイヤーと言ってもあれですけど、今作からのプレイヤーが上がってきますね。エイムバーサスシキ、じゃあシークが見られる可能性があると。そうですね、まあ、シークだと思いますね、間違いなく。シーク、発売されて1年と半分近くが経って、はい、今作からのっていう表現はもはや古いのかもしれないですね。そうですね、はい、勝者が5、勝者側の5回戦、準決勝、準々決勝、いや、そこまで勝者側の5っていう表現をしてるっていうことはまだそこには至ってないのかなと思うんですけど、あやまさん、これ準決勝、準決勝、順々です。もう勝者がベスト8が決まった状態です。いや、まだこの先あります。勝者が準決ですね。お、はい、あれ、さあエイムシーク対シキゼロ様。あ、これ敗者側、エイムさんは上スマッシュ、おっと途中で抜けてしまって、さあ白が入った、長魚で締める。さあ終点でこのカードをやってると、なんだかもはや懐かしさを感じますね、はい、さあ掴んで長魚が当たりづらい、下投げから空中前安定、おっと何かを狙ったんですかね、空中前を読んだとか、まさか。お互いに撃墜の選択肢を奪われたこの2人なんで、結果的にあんまり変わってないのかなと。いや、撃墜の選択肢が奪われたのは多分飼育側の方がきついと思いますね、はい、あ、そうですか。さあ掴んでいる、この持続が短くなったとはいえ長いこの技。あのゼロサブがあっていくら火力が落ちたと言っても、まあ全然激走できるので、うん、さあ空中しろ、空中上に空中しろで差し返す、狙ってきましたね、はい、やっぱあのハリチョウギョっていうのは結構バース、あの激走技としては、はい、かなり優秀ですよ、優秀なんで、崖つかまりに当たるのでかいですね。そうですね、でもこれがないと激走はなかなか難しいと思いますけど。さあ前投げ待っているが、しっかり逃げて、おっと下瓶が潰されたぞ、おっと最終弾当たってしまう、後ろ投げしっかり外側、おっと DA は当たらず、空中前、軽いですね、はい、変更の問題なのかちょっと分かりかねますが、軽かったですか、はい、軽かった、キャラクターが、はい、さあ反転つかみからの変わり子取っていく、さあまだ撃墜できるほどのパーセントではないか、端っこで上ビーとかだったら分かんないですけど、はい、まあでも下スマ取ればしないですね、あるじゃないですか、そうです一番太いタクですけどあと NDT というところです、はい、これ長魚よりも様子見で爆破を狙ってくると、食えね、引っかかって確認している。さあ MC 君は、おっと、まさかの下投げ長魚、シークらしいこの圧倒する、はい、試合でした、ね、やっぱ撃墜ができるかどうかですからね、このキャラは、はい、さあステージは戦場、ゼロサム使いは戦場好きなんですかね。まあ台あると、台があった方が撃墜しやすいんですよね。それはそうでしょう。あの横で撃墜ができなくなってしまったんで、上上にですか。はい、上スマッシュ避けて掴んでいる。
踏んで、まあ反撃。さあ針を一旦貯めるが、クエネ当たってしまって、おっと強気に、まあ、最大リターン取ってきましたね。そうですね、あそこつか先端当たるんですね、はい、自分もびっくりしましたさあ下スマ当たってしまって、がこれ今ちょっともったいないんじゃないですか。他のタクがありましたか。あーっていうのは下、個人的には多分下 B かな、下 B でしょさあ使い手の判断なんで、多分メテにはなんなかったのかなとは思いますけど、はい、それはそんな気はしましたね。ちょっと奥だったもん。さあなんとか逃げたいが、おっと上火で割れてくる、サイドリターン上スマッシュ、これちょっと今の痛いですね。そうですね、ちょっと焦ってる感じが見受けられるのがもったいないのかな。やっぱり迷いのないしかも上スマでしたね、はい、判断早いですね。まあシグとしてはもうあれ上スマしかないと思いますね、あの10回に1回でも撃墜できるならやってもいいぐらいの撃墜力があって、今先端本当に飛びますか。はい、シキさんなかなか苦しい展開です、ね、苦しいですね。下投げから淡々とリターン重ねていって、さあまたも空中しろ、当たらず、これは早いですまあ繋がったんじゃないかなと思いますけどね。なんか怪しいですよね、はい、多分つかん繋がってます。ほら上スマッシュは当たらないが、次が運良くですね、はい、外側に逃げるのを読んでというところでしょうか。今のはナフ効いたんじゃないですか、弱体が。今の前のバージョンとかだと掴めてると思います、ね、はいはいはい、横行でギリギリ撃墜できず、さあ崖を上がるのが厳しくなってきた。どうする、上スマッシュは当たらずが、シークにはまだダメージが入っていない。下から浮かして弱で反撃、おっと、これは先ほどの上投げのパーセントはそろそろですか。そもそもゼロサムスはどうなんですか。いや入りますよ、はい、もう普通にパーセントないですね、はいちょっと難しいんで、多分、まあ、さっき情報公開したばっかりなんで、はい、できないと思います。まああえてそもそもパーセント差を見るとそこまでやる必要もないっていうのはありますよ。いやでも掴んだらやるべきですね。まあ食らってる側からしたらね、おっとやってしまった。ちょっとなんかシキーさんのこの上火暴発なんですかね。なんか今のはそんな気がしましたね、はい、なんか何回もやっちゃってるんでちょっともったいないかなって気がします。さあエイムシークが干渉、まあ、まさしくシークにふさわしいことは封殺っていったところになりますかね、はい、逆に今の、うん、上スマ当たらなかったとするじゃないですか、どっちが勝つか分かんないです、うん、そうですね。